ロンドンウォータールー駅は、ロンドンのサウスバンクに近いランベス特別区にある、主要な複合ターミナル駅である。イギリス最大規模の鉄道駅であり、乗降客数も最大である。オード系あたり駅を発着する、ナショナルレールの列車は、イングランド南西部方面に向けたものであり、サウスウェスタンレールウェイによって運行されている。これに加え、ロンドン地下鉄の残線、ジュビリー線、 ベーカールー線、ウォータールーシティ線が発着する地下鉄駅とサウスイースタンが運行するイングランド南東部方面の列車が発着するウォータールーイースト駅が隣接している。メインコンコースの中央部には4面の大時計がぶら下がっており、このウォータールー駅の時計の下は伝統的に利用客の待ち合わせ場所となっている。開業時の駅名はウォータールー橋駅で、 駅北側のテムズ側2817年にかけられ、ワーテルローの戦いの勝利を記念して命名されたウォータールー橋にちなんでいる。ウォータールー駅への改名は1886年に行われた。パリやブルッセルへの国際列車であるユーロスターは1994年の運行開始から2007年のセントパンクラス駅への移転まで、 当駅に併設されたウォータールー国際駅をロンドン側のターミナル駅としていた。ウォータールー駅の近くには1853年から1941年までブルックウッド墓地への直通路線であるロンドンネクロポリス鉄道の始発駅、ロンドンネクロポリス駅が存在し、生きている旅客だけでなく、棺の輸送をも受け負っていた。この駅は、 空襲により破壊されそのまま廃止されたが、棺の輸送は、ウォーター流駅を利用して、しばらくの間続けられた。ウォーター流駅の表玄関である、ビクトリーアーチ1848年7月11日に、ロンドンサウスウェスタン鉄道の、ウォータール流橋駅として開業した。同社は、シティオブ、ロンドンまで路線を伸ばす計画を持っていたため、駅の構造は、通過式であり、 暫定的なターミナル駅という位置づけだった。その後、利用客の増加に対応するためプラットフォームの増設が断続的に行われたが、あくまで暫定であり、ターミナル駅を意図していなかったので、駅構内は統一性がなく、迷路のようになっていった。それだけではなく、L&SWR の駅の他に、現在のウォータールーイースト駅にあたるサウスイースタン鉄道の駅や、 ロンドンネクロポリス鉄道のロンドンネクロポリス駅が近接していたため混乱に拍車をかけた。また、鉄道員の側も信号、線路、高架橋など複雑な構造のため混乱していた。ウォータールー駅の複雑さは多くの作家やコメディアンによりジョークの対象となった。最もよく知られているのがジェローム系ジェロームのボートの三人男である。ウォータールーでは 目的とする列車がどこで発着するか、どこに行くか、どこで見つかるかわからないことが多かった。1898年、地下鉄ウォータールー駅の開業で、シティオブロンドンと直結されると遠心計画は廃止され、駅舎すべてを取り壊し新たに作り直すことが決定した。工事は3つのブロックに分けて行われ、1903年に始まり1922年まで続いた。 工事中に第一次世界大戦があり、メインエントランス上部にビクトリーアーチという記念碑が付けられた。新駅は244メートルのコンコースと21のプラットフォームを備えていた。1921年鉄道法による4大鉄道会社への集約では、ウォータールー駅はサザン鉄道の所有となった。第二次世界大戦中には爆撃により損害を受け何度か、 運行停止となった。戦後、1947年には、イギリス国鉄が設立され、鉄道は国有化された。ロンドンのターミナル駅の中で最も、遅くまで蒸気機関車が牽引する列車が乗り入れており、全廃は1967年のことである。1990年代に入って、国鉄民営化が行われると、駅の所有権は、国鉄のインフラ保有。 維持管理業務を継承したレールトラック車へと移り、同社の破綻後にはネットワークレール車が引き継いでいる。二千八年二月、二千万ポンドの費用をかけて百七十台の自動改札機が本線のプラットフォームに設置され、二千九年一月から使用を開始した。ウォータールー地下鉄駅、ジュビリー線側ウォータールー駅は、ロンドン地下鉄の横山線、ジュビリー線、ベーカールー線、 ウォータールーシティ線の駅である。ノーザン線は、ケンニントン駅とエンバンクメント駅、ベーカールー線は、ランベスノース駅とエンバンクメント駅、ジュビリー線は、サザーク駅とウェストミンスター駅、ウォータールーシティ線は、バンク駅にそれぞれ隣り合っている。ウォータールーイースト駅、ウォータールーイースト駅は、ウォータールー駅とウォータールーロードを挟んで隣接し、歩道橋で結ばれている。 チャリングクロス駅を発着し、ロンドン南港やイーストサセックス、ケントへ向かうサウスイースタン本線の駅である。発着列車はサウスイースタンによって運行されている。旧ウォータールー、国際駅改札口ウォータールー国際駅は1994年から2007年まで使用されていたフランスやベルギー方面へ向かうユーロスターのロンドン側のターミナル駅である。 ウォータールー駅の北側に増築する形で建設され、2階部分にコンコースと20番線から24番線まで2面4線のプラットフォームが配置されていた。建物は1993年に1億3000万ポンドをかけて建築家ニコラス・ティー・グリムシーラの設計により完成し、ユーロスターと同じく1994年11月14日に開業した。 優れたデザインから広く称賛され、様々な賞を受賞している。最も印象的な特徴は、スパンを変える37本のプリズム、3つのピンで止められた弓の弦のアーチからなる長さ400メートルの、天外である。2007年11月14日から、a 仏海峡トンネル連絡鉄道の全線、開業により、 ユーロスターのロンドン側のターミナル駅がセントパンクラス駅に変更された。現時点ではターミナル駅移転後の利用について未定である。イングランド南西部方面の国内列車に使われることもあり得るが、国内列車が使用する場合には線路を現役に接続するために大規模な改良工事が必要で当時同方面の列車を運行していた。 サウスウェストトレインズの費用負担もかなりに上るため拒否されている。セントパンクラス駅開業後もユーロスターの発着をウォータールー国際駅に残すことが一部で検討されたが撤回された。2007年11月13日18時12分に最後の列車が出発し13年余りの運行の歴史に幕を下ろした。ユーロスターが営業を開始してから フランス側から駅名を解消してほしいという要求がたびたびあった。これは、ウォータールー駅の駅名がナポレオンが敗北したワーテルローの戦いにちなんだものであるからである。その後、ユーロスターがウォータールー駅に代わってセントパンクラス駅発着となる前後の時期にはナポレオンが群衆に向かい、ブリーエー・ウォータールーは忘れろ。と宣言する姿を描いた広告が、 ユーロスター運行会社によってパリを中心に新聞や駅などに掲出された旧ロンドンネクロポリス駅駅ビル墓地内の南駅跡地に残るプラットホーム前景の建物はアングリカンチャペル旧駅舎は修道院となっているロンドンネクロポリス駅はかつてウォータールー駅に隣接して存在していたロンドンネクロポリス鉄道のロンドン川ターミナル駅である この鉄道はブルックウッド墓地を運営していたロンドンネクロポリスカンパニーにより運行されておりロンドン郊外のロンドンサウスウェスタン鉄道沿線にある同墓地へのロンドン市内からの遺体の輸送と旅客輸送を主な業務としていたこの鉄道は墓地への引き込み線と当駅への引き込み線を保有していたものの大部分の区間は LSWR を利用していたまた 関桶輸送用の貨車のみを保有し、機関車、客車は LSWR から借りていた。1854年の開業当初の駅は、LSWR の高架橋西側のウェストミンスター橋通りに面した場所にあり、高架橋のアーチの下が、遺体の保管場所として利用されていた。1902年に、ウォータールー駅の拡張工事に伴って、 高架橋同側のウェストミンスター橋通り121番地に移転し、移転後の1941年に空爆により、駅の一部が破壊されたため廃駅となった。駅ビルの一部は空爆による被害を免れ、その後もオフィスビルとして使われた。この駅の廃止後、墓地への引き込み線も廃線となり、同鉄道の役割は、LSWR の後ろ身のサザン鉄道や、 イギリス国鉄に引き継がれたものの、次第に自動車輸送が主流になっていった。ABCDEFGHIJ ステーションユーセージエスタマッツレールスタティスティックスオフィスオブレールレギュラシオン2015年3月31日閲覧中期統計手法は年により異なる場合があるチケットバリアーズ 2B インスタウルドアットアーテルロー ハットフィナール・コール・フォー・アーテル・ロー・ユー・ロスター・ BBC2007 年11月13日19時30分デア・ゴスティーニ・ジャパン鉄道データファイル第174号クラーク2006 P78 クラーク2006 P13 クラーク2006 P131 クラーク2006 P33 クラーク2006 P35 クラーク2006 P43 クラーク2006 P44 王野博之チャップリン再入門 NHK 出版2005年4月10日169ページ ISBN 4から14から088141から0ありがとうございます